はい、皆さんどうも、橋本でございます。長らくお送りしてきましたシューマン交響曲第2番、今日で第4楽章最後の解説動画となりました。6回目の今日は516小節目から残り全部を解説していきます。516小節目から533小節目までは母音を説明していきます。で、最初のピアノはダンカが入りまして、ここから読み順となります。そして最後532小節目の D のタイの伸ばしなんですけれども、まだクレッシェンドがついていますのでダウン一読みでも構わないんですけれども、もう少し音量が欲しいのであれば1小節単位でダウンアップと替え弦をしていただいても構いません。続いて534小節目からポジションを説明していきます。最初の G と R は D 線を使って第3ポジションを使います。 R までを D 線に取って H から G 線に移ります。このハーとデーは1、4と取っていただきたいと思います。でその後アー、ハー、セーという形が続きます。ここを1、2、4の繰り返しで取っていただきたいと思います。もう一度ゆっくり聞きますと、ここまで指は同じ形が続いています。そして今止まりました543小節目、次の D からなんですけれども、 D と次の小節の A を第4ポジションで1、4とまとめています。で F と G を第6ポジションで1、3と取ります。ここまでよろしいでしょうか。そして次のハーは G 線に戻らずに、ここは D 線で第5ポジションを使います。ハーを抜いて C を4と取ります。で次の D からなんですけれども、ここは親指ポジションを使う方は D を親指を使います。で A は D 線で2を使います。で R から G 線に移って、でこの R は3を使っていただきたいと思います。もう一度 G からしますと、ここまでこのような形となります。で親指ポジションが使えない方は D を1で取って、で A から同じ形で A を2で R を3と取っていただきたいと思います。548小節目から4小節間のポジションは、最初の F と G は R 線を使います。ここはポジションの移動を少なくするために、ここは R 線で第5ポジションを使っていただきたいと思います。で R と C を D 線で取って、でここからは2つのパターンを説明するんですけれども、まず1つは先ほどと同じように親指ポジションを使って、で D を親指で取って、 A を1で F を2と D 線で取った後、最後の R は G 線に移って1を使います。ここまでまずゆっくり聞きますと、これが1つ目のパターンになります。で2つ目は D からも G 線に移って、D と A を第4ポジションで1、4と取った後、 F を1で、ここから一気に第7ポジションを跳躍して R を3で取る方法があります。ここをゆっくり聞きますと、2つ目はこのような形になります。で親指ポジションが使える方はもう F を親指で取っていただいても、こちらでまとめて取っていただいても構いません。そしてこの部分で一番高い音になる R の音なんですけれども、どうしても親指ポジションが使えない方や跳躍が苦手という方の救済措置として、フラジオレットのこの D 線の R を使うというポジションの方法もあります。546小節目の D の段階からも G 線に移っていただいて、ここでポジションを変えずにこの D 線のフラジオレットを使って R を取る方法があります。でその先も同じように、F を4で取って最後の R をフラジオで取る方法があります。跳躍が苦手という方や親指ポジションを使えないという方は、こちらの救済措置のポジションを使っていただいても構いません。ただフラジオレットを使うことによって、その R の音だけ極端に音色が変わってしまいます。プロの奏者によってはこのフラジオレットで取ることを本当に嫌うあの方もおられますので、ここは G 線でしっかり押さえる R を使うようにという指示をいただいた場合は、必ずその指示に従っていただきたいと思います。
最後に544章説明から今のバシュパテをゆっくりしたテンポで近いアングルからご覧ください。ゲードアの2オクターブの音階なんですけれども、これは387小節目と同じ形になります。でポジションをおさらいしておきますと、まず1つ目のパターンとしてゲを開放で取って、ここからゲー線1本で上がる方法があります。で指をゆっくりおさらいしておきますと、指番号で言うと1、2、4、1、4、2、3と上る方法になります。もう一度弾きますと、このような形になります。で2つ目はこの A を D 線で1で取った後、 C までを D 線で取って D から G 線に移る方法があります。これもゆっくり弾きますと、2つ目はこのような形になります。どちらかを選択していただきたいと思います。554小節目のギスは第7ポジションを使ってギスを2で、アーは3を使います、はい、でここからのボイングなんですけれども、ダウンアップと弾いていただいても構いませんし、あるいはダウンダウンアップアップと弾いていただいても構いません。でその後556小節目のポジションはで、ポジションを変えずに D 線を使っていただいても構いませんし、あるいはもうゲー線1本で取っていただいても構いません。560小節目からのボーイングは最初ダウンから入って、で今最後弾きましたように、最後のゲーのこの小節をこの小節のみをダウンアップアップと弾いて、最後のツェはダウンと割っていただきたいと思います。最後572小節目のボーイングですが、その後全音符で長く伸ばす形が続きますので、最初のボーイングはダウンダウンアップとします。でその後も同じようにダウンダウンと弾いて全音符をアップ、最後のタイはアップで終わる形となります。でその後の F はここはダウンアップダウンと弾くようにしてください。最後終わり3小節の打ち込みは当然ダウン、最後のフェルマータはここは大抵の指揮者は長く伸ばす指揮者が大半を占めますので、ここはダウンアップと途中で回避をするようにしてください。で5弦の方は最後の伸ばしだけ、5弦の方はオクターブ下げて弾いていただいても構いません。はい、最後まで解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。第4楽章の元々のテンポは非常に速いので、初めて演奏される方はいきなりインテンポで練習することはせずに、ゆっくりしたテンポから練習するようにしてください。特にめったに使用することのない親指ポジションを練習する際は、まず音を鳴らす前にこの左手のポジションの形がしっかり作れているかどうかも必ず確認を行っていただきたいと思います。まだ全編ご覧になってない方は、また再生リストから順次ご覧いただけたらと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。